伝達っていうとね、さっき言ったゼロポジションもやりますけど、あの伝達っていうことは伝えるっていうことは、いわゆるコミュニケーションの元じゃないですか。でコミュニケーションっていうのは、いい意味で言うコミュニケーションっていうのは結局接触とかそういうことがないとコミュニケーションってできないんです。遠く離れたところの全然あのアフリカの人にこっちから思って、まあ、遠隔で治療とかそういうのはできたとしてもコミュニケーションという意味ではなかなかできない。でも少なくとも接触した人しかできない部分もあるのね。どっか不具合あるっけ？お腹が出てる以外。お腹は出てる、はい、背中が痛いです。あ、それはね、お腹が出てるからです。なるほど。はい、以上です。はい、前屈。はい、じゃあ柔らかくなったらいいですよね、はい、で実を言うとこれはこの線がお腹が一つは出てる、ね、で腰が硬い、筋肉と関節あります。であとは足の裏とももの後ろが硬いとかいうのあるじゃないですか。でそういうとこが柔らかくなるといいわけよね。そしたらでも反対から言っても平気なんです。伝えるってことだから。どうちょんちょん、はい、ほら、いくよ、はい、よし、OK、なんか感じたりする。そうそう、ほら、すごいなるよね、はい、波が、そう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 、来るよね、波がね。あ、さすが、そうそうそう。あ、今度こっちで。この指がちょっと硬いんだね。ここは関節硬い。硬いかもしれないですね。うん、こっちが特に硬い。分かりますかね、はい、ちょっと触ってみようか。こっちの硬い。ね、うん、こっちが硬いね。で、この時にこっちの方が硬い、こっちの方が柔らかい、あとの膝もそうだけど、なんで合わせるとかというと、これは北海道でやった、あらたかちゃん、中和につながる。右と左、高いと低いを同じように合わせてる。意味わかる？その時に、押すという動作は、例えば 0.01 ミリでも、こっからの定位置から、0.01 いってもこうへっこんでるというか押してる世界には変わりないじゃない。だそれを一回ニュートラルだから一回こっちに行ったら戻します。はい。でこれで起きれないでしょ。ほら今日押さえてないんですよこれね。無理ね、はい、はい、ちょっと確認します。痛い格好とかある？いや、もうここで痛い。これで痛いのね、はい、で、いつも言うけどこれはもうテクニックとかそうじゃなくてその握り方とかそういうので次に自分の持ってるテクニックや技術をやればいいんですよ。でその代わりこれをやってるとおっしゃさっきより楽になる。痛くないでしょ。でいつも言うけど特に今日はカメラ回ってるから痛くないときは大きな声で言って、はい、もう一回、まあ、もう全然痛くない。ああ、そう、よかったよかった、ね、痛い、ここが入ります。これの時さ、もったいないじゃん、こっちの手がこういう場合だから、こっちから下からも、じゃあそのここと対象のところに置くじゃん。でこれでやった方が、うん、あ、痛くない。あ、すげえ。今ね、こうしてて、もっとこういくでしょ。レディースゴー。強いな。強いですか。だって強いじゃん、のんのちゃんより。ほら、持ってきた。ここで
まあ、こっちを弱くしてもいいし、こっちを強くしてもいいわけじゃん。だまあ、ちょっと強くしようか。はい、見てね。3つ数えて指をパチンと鳴らすと力が強くなるよって先に言う。はい、1つ、2つ、3つ。OK。はい。はい、レディーズ、こ。ほら。おー、本当だ、すごい強い。なんか桜みたいだね。なったでしょ？なりました。うん。でそういう感じになるのよ。でだから患者さんでずっと来てる人はこれは使いやすい。新刊の人には使いにくいよ、こういうのはね。腕相撲ちょっとやろうか。はい、はい、レディースコ、ちょっと弱いね。はい、はい、じゃあここにいわゆるね、この前エネルギー療法でもやったけど、ここにオーラがあります。まあそんなに狂ってないんだけど、若干ね、あ、そんなに狂ってないけど、じゃあ、ここの外のオーラと中のエネルギー体があるの、こうって、よし、はい、なんか充実してきたでしょ、ね、レディース、ゴー。で、これはできるね。で、手のひらがこう、うん、バーッとこうパワーが感じるよね、はい。